ああ、昨日の歓迎会はよく飲んだな。でも、陳さん飲むとあんな楽しい人だなんて。よし、今日も頑張ろう。早上好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 。谷原さん、前回の記事とても好評だったわよ。本当ですか。ね、よかったですね。ありがとうございます。はい、今日も同じ調子で頑張りましょう。はい。はい、それでは前回の記事のおさらいで。やってみましょう。ちえちゃんお願い。はい、チェンゾン。你好。你好。欢迎欢迎。我叫前田知惠。我姓谷原，叫谷原昌纪。初次见面，请多关照。请多关照。很好，不错不错，很好，素晴らしいです。で、谷原昌纪、自分のお名前ですから、もう一度練習しましょうか。谷原。谷原，很好。张介，张介。谷原张介，谷原张介。很好，素晴らしい。よくできました。それではですね、今日は記者の基本挨拶を勉強しましょう。大切ですね。大切ですね。いろいろな人に会いますからね。それでは仕事しましょう。はい。はい。干活は。はい。では次は私とキネ君が取材している週刊新北京の連載記事です。日本人在北京をご覧ください。VTR どうぞ。这里是北京市内的一家印刷工厂。这儿是今天的主人公丸山内先生的新的工作岗位。今天他第一天上班。科长，我来介绍一下，这位是公司总务科科长刘平泉，这位就是丸山先生。哦，你好，我是刘平泉。你好，我叫丸山内，请多关照。啊，请多关照，请多关照。这是我从日本带过来的礼物。哦。可以打开吗？可以，可以，可以。哦。这是什么？这是巧克力。哦，巧克力。对。谢谢，谢谢。你什么时候到的？昨天到的。昨天下午3点多到的。哦，那辛苦了，辛苦了。怎么样？你都听懂了吗？那么再听一遍吧。这是什么？这是巧克力。哦，巧克力。哦，谢谢谢谢。这是什么？这是巧克力。哦，巧克力。对。谢谢谢谢。丸山先生，你的领导很温和吗？不错不错，今后要好好干呢。はい、じゃあ今日もスキットの中から、キーフレーズありますね。その中から方程式を探していきましょう。はい。ところでさっきの繰り返した部分分かりましたか？チェンゾン、早くて何言ってるか分かりませんでした。あ、そうですか。那么再听一遍。はい。はい。那么、黄鹤、西宁。请你们再演一遍。这是什么？这是巧克力。这是什么？这是巧克力。谢谢。はい、じゃあ特訓しましょう。はい。はい。緊張しますね。这是什么？这是巧克力。まず後ろの方から見てみましょうね。答えの方ですね。はい。这是巧克力。何でしょう。これチョコレートの絵ですよね。这是巧克力。チョコレートです。はい。这是巧克力。这是这是これはチョコレートです。很好。这是礼物。これはプレゼントです。很好。这是巧克力。漢字で見てみましょう。はい。これです。是。是ね、这是巧克力。
これっていう日本語でも使う字ですね。これはもしかして意味も一緒かもしれないですね。这是巧克力。很好。他の例も見てみましょう。はい。我是我習いましたね。私。很好。我是中国人。ここでも C がこれが入ってるんですね。你是你是日本人。知ってたんだ。共通点は C ですね。 C ですね。では方程式、はい、もうこれで分かりましたね。これです。 C です。なるほど、はいはい、C は動詞です。はい、何々は何々であるという意味なんですね。うん、語順は A、C、B ということになりますね。こちらの这は A で、巧克力は B ですね。はい、そうすると这是巧克力は、これはチョコレートである。うん、很好。じゃあこちらの我は A ですね。はい、中国人は B ですね。 B ですね。はい、我是中国人というと私は中国人です。はあ、なるほど。はい、今度2ですね。はい、谷原さんです。僕は、うん、日本人である。很好。你は A、 日本人が B ですね。 ですね。なるほど。まあこれは本当によく使いますね。よく活用できる文型ですね。うん、はい、はい、それでは応用聞いてみましょうか。はい、3人のやり取りではお願いします。はい、週刊新北京。我是日本人。我不是日本人。我不是日本人。嗯，你是中国人吗？对，我是中国人。你是中国人吗？对，我是中国人。谢谢。どうですか？何か分からないところありましたか？この C の前に、うん、ブーという音がありましたね。はいはいはい、はい、あと多分問いかけてる時にまっていうのが結論、最後についてました。はいはい、とても耳がいいですね。はい、まずブーが入ってますね。はい、多少言いましたね。はい、我不是日本人。我不是日本人と言いましたね。不是ですね。不是。はい、ではチョコレートの例で見ますと、这不是巧克力。見れば分かると思いますけど、もうこれは否定の場合に使うんですか？ね、そうなんです。これは副詞なんですが、否定を表す副詞ですね。使い方は動詞の前に置きます。動詞の前にこの部を置くと否定文を作るんですね。作ることができます。なるほど、簡単ですね。これを入れるだけなんですね。だけです。はぁ、ですね。这不是巧克力。这不是巧克力ですね。我不是日本人。我不是中国人。中国人。中国人。很好，对对对。で、もう一つありましたね。はい、你是日本人吗？吗？ですね。はい。はい。チョコレートで見ますと、这是巧克力吗？这是巧克力吗？これなんですね。ま、はい。ま、まはですね。はい、文の文末に置いて、はい、こう疑問文を作るんですね。なるほど。つまりこれはチョコレートですか？ですね。じゃあ疑問にしたいときには最後に間を入れて、否定したい場合には動詞の前に部を入れればいい。いいですね。なるほど。你是日本人吗？我不我是日本人。いいですね。